皆さんこんにちは、田口舞子です。今日は発売になったばかりのグローレジードライバーがどのようなゴルファーに合うのか検証していきたいと思います。まずはヘッドスピードを32から38で打っていきたいと思います。打ってみたところものすごくつかまりが良かったです。飛距離は平均は209ヤードで弾道は高めでした。普段よりもかなり高めで驚きました。つかまりがいいとフックフェースではないかなと思われる方も多いと思うんですけれども、このヘッドは意外とフックフェースではなくてとっても構いやすかったです。グローレGはとってもつかまりがいいので、右手のこう強い動きなど必要がないクラブだと思います。ローテーションもどちらかというとクラブヘッドが勝手にしてくれるようなこのような働きがあると思います。なので普段から、グリップ腕などに力が入りやすい方にはとってもおすすめなクラブです。逆にクラブのこうなんていうか構えた時の構えやすさもありますし、力が抜けてすごくいいスイングができるんじゃないかなと思います。グローレGはとっても軽いので、普段力が入りがちな方やティーグラウンドで力が入って硬直してしまってボールを曲げてしまう方にもものすごく振りやすくて、最後までフィニッシュがピタッと取れる、とてもリズムもタイミングも取りやすいクラブになっていると思います。夢の飛びへ、さああなたもグローレGを使ってみてください。